はいどうもこんにちは。今回のテーマは熱力学第一法則です。そして熱力学第一法則を使って2つの変化、低圧変化、圧力が一定の変化と、もう1つは低積変化、体積が一定の変化、この2つの変化を扱っていきたいなと思います。熱力学第一法則を使って低圧変化や低積変化の得た熱量、失った熱量などを計算するのは入試では非常によく出てくる流れになってきますので、丁寧にゆっくり解説していきますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、それではやっていきましょう。いつものように授業プリントは概要欄にリンクを貼っていますので、プリントアウトをして書き込みながらぜひ授業を聞いてみてください。それでは熱力学第一法則やっていきましょう。熱力学第一法則ってのはそもそも一体何なのかっていうことなんですが、このシリンダーですね、シリンダーとピストンの中に閉じ込められた中の気体のエネルギーについての関係式なんですね。それをちょっと見ていきたいんですが、でこの中の気体ですね、中の気体にここにヒーターがあるんですけども、ヒーターで熱を加えて温めていきましょうと。温めていくとどうなるかというと、中の気体が膨張してこのピストンを押していくんですよね。なのでピストンが仕事をするということなんですね。じゃあ熱量をもらって仕事をしたらどうなるかというと、もちろん中の気体ですね、中の気体のエネルギーが変化するわけなんですね。このエネルギー、中の気体のエネルギー、そして気体のした仕事、そして気体が得た熱量、この3つの関係式をエネルギーの観点から見ていきましょうというところなんですね。はい、じゃあ今ですね、熱量 Q をもらって中の気体が仕事 W をした時で考えていきましょう。じゃあ中の気体のエネルギー、これを内部エネルギーって言ったんですけども、中の気体のエネルギー、内部エネルギーは熱量 Q をもらうとどうなりますか？もちろん熱くなってエネルギーは増えますよね。何か鉄板の上とかね、立ってもらうとどうなるかというと、こうやってあちちあちちってなってね、激しく運動しますよね。ということは運動エネルギーは増えていきますよね。気体の内部エネルギーってのは運動エネルギーでしたからね、一部運動エネルギーありましたから、運動エネルギーが増えるということで、熱量 Q をもらうとエネルギーが増えるということですね。はい、では続いて仕事 W をした時見ていきましょう。仕事するとどうですかね。何か物体があってこれをぐーっと押していくんですよね。押していくと疲れますよね。なので仕事をすると、中の気体が仕事をすると疲れてエネルギーが減るということなんですね。はい、よろしいですかね。なので気体のエネルギー U っていうのは熱量 Q をもらうと増えるし、仕事 W をすると疲れて減るよねと。じゃあその分だけエネルギーが変化するよねと。その変化量をデルタ U として表していきましょうと。はい、よろしいですかね。気体のエネルギー、気体の内部エネルギーは変化しました。なぜ変化したかというと、熱量 Q をもらったのでその分だけプラス増えました。仕事 W をしたのでその分だけ疲れて減りました。なのでデルタ U イコール Q 引く W という関係式ができるということなんですね。これを熱力学第一法則と言います。なので気体のエネルギーですね、気体のエネルギーの関係式を出しただけなんですね。で一般的には熱量をもらった分だけ増えて、仕事した分だけ疲れて減りますので、デルタ U イコール得た熱量引くした仕事で計算できるということなんですね。はい、では練習問題やっていきましょう。熱量 Q を得ました。気体がですね、中の気体が熱量 Q を得て仕事 W されました。この時のデルタ U は Q と W 使ってどう表せますか？書いてみてください。どうぞ。はい、よろしいですかね。熱量 Q をもらうとエネルギー増えますね。仕事 W されるってことは、これ押されたってことですね。気体分子からされると仕事をされたことになりますか？押されたんですよね。押されたってことはもちろん速くなりますから、運動エネルギー増えますから、気体の内部エネルギーの一部は運動エネルギーでしたかね。運動エネルギー増えますよってことで、プラス W になるということですね。はい、じゃあ次、熱量 Q を失って仕事 W された場合、この時の内部エネルギーの変化はどうやってかけるでしょうか？ぜひやってみてください。どうぞ。はい、よろしいですかね。熱量 Q を失ったわけですから、その分だけエネルギーが減った、マイナス Q ですね。さっきと同じで仕事 W されたってことは、押されたということですから、速くなる、運動エネルギーが増えるわけですから、気体のエネルギー、内部エネルギーが増えるよねってことで、プラス W でしたね。なので一つずつしっかり考えてね、エネルギーの関係がどうなってるか、気体のエネルギーが増えるか減るのかっていうことを考えてもらったら、熱力学第一法則っていうのはすぐに出てきますから、公式で覚えるんじゃなくてね、中の気体のエネルギーがどうなってるかっていう考えて式を立てていく習慣をつけてみてください。はい、それでは続いて圧力が一定の変化、低圧変化について見ていきたいなと思います。まずシリンダーとピストンの中にですね、閉じ込められた気体があったんですが、これをヒーターで加熱していきます。で、一気に加熱するんじゃなくてゆっくり加熱していきます。ゆっくり加熱していくとどうなるかというと、まず最初の状態ですね、このピストンが止まってた状態ですから、中の気体と外の気体の圧力が同じ状態だったんですね。それがゆっくりピストンが移動してますからね、普通まあ移動するってことを考えてあげると、中の気体の方が圧力大きくなる、右向きに押す力の方が大きくならないと右向きに移動しないんですけど、まあ、ゆっくりゆっくり移動してるから、
ほぼ同じ大きさですよね。同じ大きさで移動しているということで考えてもらって、なので中の気体の圧力も外の気体の圧力も同じ状態でピストンが移動していってる。要するに中の気体の圧力っていうのは常に外の気体の圧力と一緒なので、圧力が一定になっているというふうに考えてあげましょうと。なので今回ゆっくり移動するってことは圧力が一定の変化になっているということなんですね。はい、じゃあよろしいですかね。ではここからですね、先ほど使った熱力学第一法則をちょっとやっていきたいので、Q、W、デルタ U それぞれを求めていくってことをやっていきましょう。じゃあまず W ですね。今回は圧力が一定ですから、気体の下仕事っていうのは P デルタ V 使えますかね。そこから P デルタ V から気体の下仕事を求めていきましょう。はい、よろしいですかね。もう公式そのまま代入しただけですね。圧力が一定で P。体積変化をデルタ V としてあげると P デルタ V でかけるというところですね。じゃあこれをですね、今は体積変化デルタ V を使ってやったんだけども、温度がデルタ T ケルビン上がりました。そのデルタ T を使って P デルタ V を書き直していきたいなと思います。ではデルタ T を使って書き直していきたいということを考えていくときに、何を使って考えていけばいいかというと、温度が入った式を考えていかなきゃいけませんから、ボイルシャル則か状態方程式を使っていかなきゃいけないんですけど、まあ、今回状態方程式使っていきましょう。はい、それでは状態方程式使ってみていきたいんですが、ここの圧力 P と置いてます。体積 V としておきましょうか。でモル数物質量 N としてあげて、温度を T としてあげましょう。じゃあ状態方程式立ててあげると、そのままですね、 PV イコール NRT ですね。はい、じゃあ続いてこちら見ていきましょうか。こちらはどうなってるかというと、圧力は P のまんまなんですね。体積はデルタ V 増えたんですね。ここまでちょっと見ていきましょうか。なので PV のところは P かける V プラスデルタ V ですね。はい、よろしいですかね。では右辺見ていきましょう。 NRT の部分なんですが、こういう気体が閉じ込められてますから、物質量変わらないですから N のまんまですね。気体定数もちろん変わらないですね。定数ですから R ですね。温度が今デルタ T 上がったとして考えてますから、 T からデルタ T 上がってるので T プラスデルタ T ですね。なので右辺は NR カッコ T プラスデルタ T ですね。はい、よろしいですかね。で今やりたかったものは何だったかというと、 P デルタ V を温度変化デルタ T を使って表していきたいというところなんですね。じゃあこれ丸1式丸2式としてあげると、ほら左辺を見てあげると P デルタ V 出てますよね。引き算してあげたらいいですよね。なので2式から1式を引いてあげると P デルタ V 出てきますから、それをデルタ T 使って表せるんじゃないかというところですね。はい、よろしいですかね。なので2つの式引いてあげると、左辺が P デルタ V、 右辺が NRT が消えて NR デルタ T ですね。で P デルタ V っていうのが W でしたから、 W っていうのは NR デルタ T で書くこともできるということなんですね。ただ注意してほしいことがあるんですけども、圧力が一定の時しか使えませんからね。圧力が一定じゃなかったら引き算してあげても P デルタ V 以外のところが出てきますからね。だからこの形にはなりませんから、圧力が一定の時しか使えないということは頭の中に入れておいてください。はい、じゃあ今仕事が計算できましたので、もう一つですね、デルタ U か Q どちらかを計算していきたいなと思います。じゃあ今回ね、デルタ U ですね、単原子分子理想気体っていう条件がありますから、単原子分子理想気体においての内部エネルギーっていうのは2分の 3NRT でしたね。これを使ってデルタ U 求めていきましょう。まあ、温度変化がデルタ T ですから、デルタ T になるだけなんですけどね。はい、よろしいですかね。もう公式そのまま使っただけですね。内部エネルギー U が2分の 3NRT ですから、内部エネルギーの変化デルタ U は2分の 3NR デルタ T になるだけですね。なのでそれを使ってこのまま計算できました。じゃあ3つあるうちの最後、熱量 Q を求めていきましょう。熱量 Q を直接求める方法もあるんですが、求められない時もあるんですね。今回は別に求めることもできるんですが、今デルタ U も分かってるし W も分かってますから、この2つが分かったら熱力学第一法則を使ったら Q が出てきますよね。なのでこの2つ、求めた2つから Q を求めていく、熱力学第一法則を使って求めていきましょう。はい、よろしいですかね。熱力学第一法則から熱量 Q をもらうと、エネルギーはその分だけ増える。仕事をするとその分だけ疲れて減るということですから、デルタ U イコール Q-W ですね。デルタ U が2分の 3NR デルタ T。W がここで計算していて NR デルタ T ですね。はい、そこから Q を計算してあげると、得た熱量 Q っていうのは2分の 5NR デルタ T でかけるということなんですね。はい、では先ほどですね、熱量 Q を直接計算する方法があるっていうお話をさせてもらったんですが、それについてもちょっと見ていきたいなと思います。熱量 Q を直接計算できる方法としては何があるかっていうと、モル比熱っていうのが与えられている場合なんですね。モル比熱っていうのは何かっていうと、こちらです。気体1モルを1ケルビン上げるのに必要な熱量のことをモル比熱 C で表すんですね。なので1モル1ケルビン上げるのに必要な熱量が C ですから、N モルだったら N 倍の熱量が必要ですし、デルタ T ケルビン上げようとしたらデルタ T 倍の熱量が必要になるんですよね。
なのでモルヒネ使って Q を表したけどどうかけるかというと NC デルタ T でかけるんですね。はい、ではこの時のですね、低圧変換の時のモル比熱をちょっと見ていきましょう。先ほど熱量 Q は熱力学第一法則を使ってあげると2分の 5NR デルタ T で表せたんですよね。一方でモル比熱を使ってあげると1モル1ケルビンで C ですから N モルで N 倍、デルタ T ケルビンでデルタ T 倍ですから NC デルタ T で表せたんですね。で特にですね、低圧変化の場合のモル比熱を C ではなくて CP で表すんですね。はい、よろしいですかね。ではこの2つを比較してあげることによって低圧モル比熱 CP っていうのがいくらになってるかというと N デルタ T が消えますから2分の 5R というんですね。モル比熱、これ低圧変化のモル比熱ですから、先ほども言いましたがこれ低圧モル比熱と呼ばれるものです。で低圧モル比熱なんですが、いつでもこの値かというとそうではなくて、今単原子分子離層気体だからデルタ U が2分の 3NR デルタ T だったんですね。なのでこれ2分の 5R になるのは単原子分子離層気体の時だけですからね、いつでもこの値になっているというわけではありませんから、この文言がねあるかどうかっていうのはしっかり確認してください。はい、では最後グラフやっていきましょう。低圧変化のグラフ PV グラフを見ていきたいんですが、もうこれは簡単ですね。体積がどん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 増えていった、要するにグラフでいうと横に進んでいったんだけども、圧力は変わってないと。圧力縦軸ですからね、だから縦軸の値が変わらずに体積が増えていった、要するに右に進んでいったってことですから、グラフはどうなるかというとこんな形ですね。すごく簡単にグラフは書けるかなと思います。はい、それでは続いて体積が一定の変化ですね、定積変化見ていきましょう。ヒーターで加熱したんですけどね、ここをストッパーかなんかで固定してあげてピストンを動かないようにしてあげましたと。でその時に気体の下仕事であったりとか内部エネルギーの変化であったりとか、気体が得た熱量、これを計算していきましょうということなんですね。これもうさっきと全く同じ流れなんで、この流れを聞かれることが入試で本当に多いので、一回ねぜひね動画を止めて自分で仕事を求めたりとか、内部エネルギーの変化デルタ U を求めたりとか、得た熱量 Q を求めたりとかっていうのをちょっと一連ね、この流れプリントに書いてありますから、ちょっとやってみてほしいなと思います。はい、じゃあ計算していきましょう。今回ね、気体の下仕事を求めていきたいんですが、気体の下仕事の求め方は P デルタ V でしたね。じゃあこれを使って気体の下仕事がいくらになるかということなんですが、体積変化がないわけですからね、進んでないわけですよね。そもそも仕事は力かける距離で計算しましたから、距離が0だったら仕事0ですよね。なので体積変化0、距離が0ですから仕事0ですよということですね。はい、では続いて内部エネルギーの変化を求めていきましょう。今回も単原子分子離層気体と書かれていますが、内部エネルギーは2分の 3NRT です。温度変化がデルタ T だったら内部エネルギーの変化は2分の 3NR デルタ T ですね。これを使って求めていきましょう。はい、よろしいですかね。公式そのまま使っただけですね。じゃあ今熱力学第一法則の中でのデルタ U と W が分かったから、2つを求めたんで熱力学第一法則を使ってあげると熱量 Q が出てくるということですね。はい、じゃあ内部エネルギーの変化っていうのはどうやって変化するかっていうと、熱量をもらうと増えるし、仕事すると疲れて減るということですね。はい、よろしいですかね。あとは熱力学第一法則のデルタ U にここで求めた値2分の 3NR デルタ TW 下仕事の0を代入してあげることによって、熱量 Q が2分の 3NR デルタ T と出てくるということなんですね。はい、では次のページ行きましょう。これをモル比熱使って表していきましょう。モル比熱ってのは何だったかというと、気体1モルを1ケルビン上げるのに必要な熱量でしたね。今求めた熱量 Q の値が2分の 3NR デルタ T でした。これをモル比熱 C を使って表してあげるとどう書けるかっていうと、 NC デルタ T で表せるということですね。モル比熱が1モル1ケルビン上げるのに必要な熱量ですから、 N モルで N 倍、デルタ T ケルビンでデルタ T 倍でしたね。では今回は体積が一定の変化の場合のモル比熱なので、これを定積モル比熱と言います。これを CV で表しておきましょう。はい、ではこの2つの式を比較してあげることによって CV の値が2分の 3R と出てきますよね。これを定積モル比熱と言います。はい、よろしいですかね。では続いて定積変化におけるグラフ見ていきましょう。これももう簡単ですね。定積ですから体積変わらないですかね。横軸が体積ですから、これ右に上がっていったらこれ体積変わってますかね。左に行っても体積変わっちゃいますよね。体積が変わらないってことは上に行くか下に行くかどっちかですね。でも今回気体熱してますから圧力大きくなっていくはずですから、そのまままっすぐ上に行く、これが定積変化のグラフになってるんですね。はい、よろしいですかね。今回は定積変化扱いましたけど、この流れですよね。 W を求めてデルタ U を求めて熱力学第一法則から Q を求めていく、この流れがねしっかりできるようになってくださいね。最後のまとめだにゃ。はい、それでは最後まとめやっていきましょう。熱力学第一法則、名前はすごく難しそうなんですが、内容的にはすごく簡単でしたね。中の気体のエネルギーについての関係式でした。熱量をもらうと増えるし、仕事すると疲れて減るので、
中の気体のエネルギー、内部エネルギーデルタ U は得た熱量 Q 引く下仕事 W を引き算してあげることによって出てくるということでしたね。はい、じゃあこれを使って低圧変化、低積変化っていうのをやったんですが、流れがしっかり確認できなきゃダメでしょうね。流れってのは何かというと、 W は P デルタ V から計算できますよと圧力が一定ですからね。デルタ U は単原子分子理想気体だったら2分の3になるデルタ T から計算できますよと。ただし仕事計算するときには圧力が一定のときには P デルタ V が NR デルタ T とかけたんですよね。じゃあデルタ U と W が計算できることから熱量 Q が間接的に計算できると、それをモル比で使っても表すこともできたということでしたね。そこから計算してあげると低圧変化のモル比熱 CP というのが2分の5R と出てきたと。そして低積変化、これは体積が一定の変化でしたね。体積が一定だから仕事はできないんでしたね。距離がゼロでしたから、力かける距離の距離がゼロですから仕事がゼロになったと。じゃあ Q とデルタ U が等しくなっているということなんですね。じゃあ単原子分子理想気体ですから内部エネルギーの変化2分の 3N ラデルタ T とスカッと出てきますから Q もすぐ計算できると。一方モル比熱使っても同様にですね、NCV デルタ T とかけますから、ここから CV が計算できるということですね。低積変化、低圧変化が何かということももちろん分からなきゃいけないんですが、この流れですね、 W を求めてデルタ U を求めて間接的に Q を求めていく、この流れをしっかりと理解してほしいなと思います。はい、ホームページにはたくさんの問題を用意していますので、ぜひ概要欄からチェックして問題をたくさん解いてみてください。この動画が良かったなっていう人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。